物にも感情がある。どうも、一斉です。今日はですね、シンゴニウムのチョコレートっていうね、品種の植物をちょっと紹介したいなと思います。早速いきなりもう紹介しちゃいますけど、こういうね、ちょっとシンゴニウムなんですけど、結構こうツタっぽい感じでね、横にこう伸びていく感じのシンゴニウムなんですよね。結構なんか珍しい感じみたいです。なんかね、インターネットで調べた感じだと結構ね、作ってる農家さんが少ないらしくて、結構希少なシンゴニウムになるみたいです。僕もね、だってこれホライゾンさんで見つけた時、なんか最初パッと見ね、もうシンゴニウムって分かんなかったし、なんかね、葉っぱの裏がね、これ赤紫色なんですよ。で、上からっていうか、まあ葉っぱの表側はね、ちょっと濃いめの緑になってて、それが結構強めの光が当たると、この葉っぱの裏の赤紫色がなんかこう緑と混じって、ちょっとこうチョコレートっていう名前がついてるだけあって、なんかちょっとね、なんか茶色っぽい、濃い茶色、焦げ茶色みたいな感じで見える時があったりして、それでチョコレートっていう名前になったんじゃないかなと思いますね。はい、結構ね、ちょっと珍しいし、大人っぽいというか、なんかおしゃれな感じのシンゴニウムになりますね。ちょっと上からお見せしますね。一斉の動画。はい、こういうね、雰囲気のシンゴニウムになります。これシンゴニウムっぽくないよね。なんかシンゴニウムね、僕も結構いろいろ育ててきてますけど、この葉っぱの形はよく見たらシンゴニウムだなって感じなんですけど、なんだろう、色味と、あとなんかシンゴニウムって僕知らないだけかもしれないですけど、こういうなんかツタっぽい感じになる子もいるんですね。でね、多分ね、強い光を上からこう出ると、 あんまりこの感じだとわかんないか、この辺のね、色とか、うん、茶色くは見えないか。いやでもね、本当にね、見方によっては結構茶色っぽく見えるんですよ。焦げ茶色みたいな感じに。なんか、確かにチョコレートだなっていう気はしますよ。うん、このなんか今動画で見てる感じあんまわかんないかもしれないですけどね。あ、でもこの辺とかほら、なんかちょっと、この辺りやっぱりちょっと茶色っぽく見えませんか？ね。ちょっと無理やり感ある。まあでもね、すごいね、綺麗なんですよ。これもね、多分里芋かなんで簡単に増やせるんじゃないかなと思ってるんですけどね。そんな感じで、これね、ハイドロカルチャーなんで、そうだね、用土植えに変えてあげた方がいいかもしれないですね。どうなんだろうね。まあでもせっかくだから、しばらくはね、やっぱハイドロでいこうかな。1ヶ月か2ヶ月このままで育てるかもしれないですけど、まあでも用土植えにやっぱしてあげようかなと思いますね。暖かくなってきたらね。うん、まあそんな感じで今日はシンゴニウムのチョコレートを紹介してみました。一斉の動画。はい、そんな感じですね。僕ツイッターとインスタグラムもやってるんで、ぜひフォローの方よろしくお願いします。あとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。